思ったら、ぜひいいねをお願いします。それでは一緒に勉強していきましょう。まず、解説の順番についてです。それでは VCTCXO について話します。VCTCXO とは、ボルテージコントロールテンプラチャーコンペンセイティッドクリスタルオシレーターを略したものです。日本語で言い換えると、電圧制御、温度保証型水晶発信機です。はじめに温度保証型水晶発信機について話します。こちらに一般的な水晶発信機と VCTCXO の外観があります。表面実装品同士であれば外観に大きな差はありません。異なる点は2つあります。1つ目は赤色になっている部分です。ここには温度保証型と記載があります。温度保証型とは、温度保証回路を内蔵することにより、周波数の温度特性を保証して安定した周波数が出力できる水晶発信機のことです。温度保証型の水晶発信機かどうかはデータシートの周波数許容偏差を見ればわかります。一般的な水晶発信機の周波数許容偏差はプラスマイナス 30ppm から 50ppm、 TCXO についてはプラスマイナス 2ppm です。この差がどれくらいの差かイメージが湧かないと思うので計算してみます。まず ppm とは100万分の1を表しています。
出力周波数は 10MHz、100MHz、1000MHz で考えています。1000MHz で 2ppm の場合、2kHz のズレなので、そこまで大きくはありません。一方、1000MHz で 50ppm の場合、50kHz も周波数がずれる計算になります。周波数共有偏差についてアマチュア無線の更新を例に考えてみましょう。2人が異なる種類の発信機を持った無線機で更新します。2人とも周波数は1チャンネル 1000MHz に設定します。更新を開始します。右の少年は更新ができなかったようです。同じ周波数の発信機を用いても周波数共有偏差が大きいと周波数ずれが大きいため更新することができません。周波数共有偏差の違いで 48kHz の周波数ずれが発生しています。チャンネルの周波数ステップが 15kHz の場合、48kHz の周波数ずれは3チャンネル分に相当するので更新することができません。次に電圧制御について話します。電圧を高くすると周波数が高くなって、電圧を小さくすると周波数が低くなります。例えば 0V で 20MHz、 1.65V で 25MHz、 3.3V で 30MHz と入力電圧に応じて周波数が変化する発信機について考えてみましょう。この入力に音声や映像信号を電圧制御端子に入力します。そうすると入力電圧に応じて出力周波数が変化します。このように送信したい情報を周波数を変化させて伝達させる方法を FM 変調と言います。変調について説明します。変調とは音声、映像などの信号を運びやすくするための工夫です。と言われてもピンとこないですね。 Amazon での商品の購入を例に説明します。皆さんが Amazon でポチります。購入した商品は Amazon の倉庫から段ボールに入れられて発送されます。皆さんの自宅まで商品が車で運ばれます。その商品を受け取り、段ボールを開封します。この商品にあたる部分が音声や映像。音声や映像を段ボールなどの箱に入れることを偏調、段ボールを開放することを副調、そして商品である音声や映像を受け取ります。この音声や映像を入れる箱にもいくつかの種類があります。段ボール以外にも封筒やプラスチックケースでも良いわけですから、偏調にも様々な種類がありそうだなということが想像できます。今回は FM ラジオと同じ FM 偏調を使います。
ったらぜひいいねをお願いします。それでは一緒に勉強していきましょう。まず解決の順番についてです。音声さんの種類、構造、サイズ、周波数特性、温度特性、PC バイアス特性、構造、まとめの順番に解説していきます。それではコンデンサーの比較についてです。コンデンサーにはこのように端をついた EVT 筋っていうのと、この端を取った SMT 筋、表面実装筋、スマートな運用で売上アップを狙える。その理由は、厚生労働省によりますと、技術相談支援機関に寄せられた新規の質問。トマチャンネルでは電気電子工学に関するさまざまな動画を配信しています。役に立ったらぜひチャンネル登録をお願いします。